今回もですね、ハワイから、ギャリーさんを、お伝えしたいと思います、ギャリーさんですね、もうハワイで大成功されて、まあ、全米でも、まあ、不動産を通してですね、ものすごい成功されている方なんですけども、まあ、そういった彼がですね、どういう考えを持ってその成功までいけたのか、その一端をですね、その一条ちょっと見れたらいいなと思って、今回質問していきたいと思います。まずですね、まあ、ギャリーさんにとって、そのお金、まあ、なぜですね、I think everybody has a why. You may not know it's your why. みんな自分自身 why っていうものを持ってると思うんですね。その why っていうものが何か分かっていないかもしれないけれど。I have a beautiful wife. That is one of my whys. 私には素晴らしい美しい奥さんがいて、彼女こそ私の why 理由の部分であります。I have 7 children. That's one of my whys. そして7人子供たちがいるんです。もちろん彼らも私の why になります。6 boys, 1 girl. 6人男の子で1人女の子です。And then, another one of my whys is you can do more good in the world if you have money to do good in the world.So that my children and their children are blessed by the work and the income that I build. そしてもちろん私の家族のために何か偉大なことをしてあげたいわけです。そして子供たちに残す。そして子供たちがさらにその子供たちに残していける。そういったジェネレーションを通して偉大なることを伝説として残してあげたい。それが私のワイなんです。